じゃんけん。じゃんけんおいで。じゃんけん。おいで。あ、ホケキョって抱いてるよ。ホケキョって抱いてるよ。ほら。おいでおいで。ホケキョ。じゃんけん。こっちから行くか。はい。じゃあ行く。かわいい。はい、ポンちゃん。ポンちゃんはさっきなんかプリンターをピーって鳴らしてたね。寝相が悪くてなんかボタンを押したでしょ。じゃあもうちゃんと甘え方を覚えてきたね。うん、ポンちゃんいいかね。かわいいよ、ポンちゃん。うん、ごめんごめん。目やにとろってしちゃった。ポンちゃん。こんにちは、黒犬おやじです。今日はギターの教室に行く前にですね、これは、金曜日、先週の金曜日にライブの、イベントって言えばいいのかなに、行って、聞くだけの方ですけどね、行きました。で、次回2週間後にあるということで、それにはぜひ参加させてくださいというふうに、言ってきましたので、選曲をしました。多分雰囲気としては4曲なんですが、6曲ぐらい候補を挙げて練習しておこうかなと思っています。まずね、乱れ髪。髪を切りすぎたね、まるで男の子。Around the hills 膝で
古いレコード街の外れの To a strain in nowhere Spend this on こんなのをやるんですって歌ってみせるとそれで授業の時間終わっちゃうかなと思うんですけど、まあちょっと触りだけね弾いて、先生に意見を求めようと思っています。それでは行きますよ。さあ、これからギターの練習ですけれども、ライブに参加すると決めてからの練習ですので、今日からちょっと熱が入りますよ。本当か？よいしょ。こんにちは。これが感想ですみたいなやつが間が持たないなっていうのがちょっとっていう。ただ僕ねピックも使ったことないんですよ、うん、ほぼほぼ、ね、で6畳まで小さな音で弾くだけの生活ずっとあるので、うん、これしか弾く、ね、うん、ありがとうございました。今日はいくつかのヒントがありました。さすがはやっぱギタリストに話を聞くと、なるほどっていう話多いです。このせっかくのヒントをですね、忘れないように家ですぐ練習しようと思います。ジャン君。面白いよジャン君。あ、やめた。そーっと動いて隣に。ました。てかめっちゃそーっと動いたね。